小倉駅から商店街に入っていく通りはまさに小倉の玄関口。行き交う人が立ち止まって見つめるシャッターが降りた店は城屋小倉店です。こんな休みなんか見たことないのにと思ってちょっと心配して神戸からまっすぐ帰ろうかなと思ったけど帰んから困るわな。少し固めのソフトフランスの生地の中に甘い練乳がたっぷり入ったみんな大好きサニーパン。このサニーパンを生んだ城屋は八幡西区の黒崎や JR 博多駅など県内に6店舗ありますが、最も売り上げが多いのが小倉店。その売り上げのおよそ半分をサニーパンが占めています。この城屋小倉店がオープンから47年にして初めての大規模改装をすることになり、昨日で一旦営業を終了し、今日から臨時休業となりました。小倉店、思い出とかあります？なんかちっちゃい時に頑張ってこうおめかししてきてたイメージですね。わちゃわちゃしてる感じはすごい好きなので残しつつ、なんかもう少しこう並びやすかったりとか、なんかそういうのしてくれるといいかなと思います。今回の改装ではお客さんがパンを購入する際店の中で待てるようなスペースを作ったり、新しいレジを設置したりします。ノスタルジックな雰囲気や店員が客の注文分のパンをケースから取り出す販売スタイルは継続する方針です。どんなお客様にもまるでお家に帰ってきていただいたような実家のような安心感といいますか、そういった雰囲気を持つお店でありたいと思います。大規模改装前最後の営業を終え、今城屋小倉店にシャッターが下ろされていきます。臨時休業の期間はおよそ1ヶ月。明日から JR 小倉駅の1階に特設売り場を設けて人気のサニーパンを販売することになっています。